日の川は、有吉沢子の小説である。婦人画報社の雑誌、婦人画報に1959年1月号から1959年5月号まで、連載、同年6月に、中央公論社より、単行本として刊行された。1964年に、NHK で、テレビドラマ化、1966年、中村昇監督により、松竹で映画化された。 和歌山を舞台に、祖宝家の女性三代、明治生まれの花、娘の文を、孫で戦後世代の花子まで、明治、大正、昭和を生きていく様を描く。第一部和歌山県伊都郡久土山村の基本家本家を取り仕切るというのは、孫娘の花を当時としては珍しく高い教育を受けさせるために、和歌山市内の女学校に入学させた。そのため、豊野は、 花と和歌山市内で暮らしもした。当時は女に学をつけさせる必要はないとの価値観が主であったが、豊野は花に対して、花の兄の正隆と同様の学をつけさせた。花は体操の器量良しであったし、学もあるとのことで降るような縁談が来たが、豊野の妹が嫁いだ先の家からの縁談には、いとこ同士は血が濃すぎる。 川上の村の豪族からの縁談には、木の川の流れに逆らってと嫁ぐと不幸になると、豊野はすべてに難癖をつけて断った。花の父の豚かも呆れるほどであった。十五から十六でも嫁入りをする風習の時代に行き、遅れとは言えないが行き急ぎとも言えない。十八の森を、越して縁談が決まらないことにの豚かは焦った頃、豊野が花の嫁入り先として六十。 国有公村新谷家本家の長男慶作を決めた。慶作は、東京の専門学校に行き、村へ帰ってきてからは、村長という重責も担う名士であった。豊野は、慶作は将来大物になると予感していた。結婚が決まると、豊野は花を連れて、京都へ行き、タンスこと、着物を手配した。できるまで一年以上かかるものもあった。 結いを取り交わしてから2年後に花は、警作に嫁いだ。九度山から友好までの腰入れは当時流行の、人力車ではなく昔ながらの塗りかごと木の川を下る、船の行列という豪勢なものであった。豊野の花に対する愛情によるものであった。しかし、生まれた時から、いずれは本家を出て、分家をする身であると決まっていた工作にとっては、豊野の心尽くしの豪勢な、 腰入れ行列が自尊心を傷つけるものになっていた。工作は村役場の初期との職がありながら役場にも行かずに毎日本を読んでいた。遠く東京の書店から届く多くの本は町の女学校で勉強をしたことがある花にとってもとても好読心を呼ぶものであったが、工作は花の語りかけや書籍借用の申し入れににべもない態度で答えた。 皇太子が成婚された年の10月に花は男の子、聖一郎を産む。秋に嵐が来る。木の川が氾濫する。啓作の村は、彼が村長就任と同時に堤防をメンテナンスしたおかげで、友好村内に水が来ることはなかったが、周辺の村では浸水、行方不明の被害が出た。被害の出たいわで、村へ、啓作率いる若者が援助に行く。 木の川の下流の半田村から上流の岩で村へと継いだ娘は婚礼からまだ十日も経っていなかったのに命を落とした。花はこの縁談の話を耳にした時に祖母である豊野の木の川の流れに逆らって縁談をしてはならぬとの言葉を思い出したのだが町で学んだ計策が言い伝えとを信じぬのを知っており豊野の話を計算に言うのは幅はかったのだけれど 不幸が生じたことで後悔を覚えた。打兵が72で亡くなってから2年後、工作が独身のまま分家する。計作は山全部を譲った。それは本家不動産の一、三であった。計作は不動産全部どころ課長食いの陰謀も、工作にやってよいと言ったが、平民の方が楽。と工作は断った。計作は村全部が俺の財産だからと言った。 花はそれを聞いて、和歌山全部があなたのものなのではと言った。計作の人望は、県全土に届いていた。県の役人が彼に相談に来るほどだった。工作はお前に惚れとる。そんなお前を嫁にしたのだから、山全部ぐらいくれてやる。花が実家を訪ね、豊野と話をしても、どうやら、これから戦争になるとの天下国家の話。 ドストエフスキーやトルストイのいる国と戦争をしても、勝てるのかいの。豊野も、国民の友、との花を迷子を読んでいるので、外国文学にも通じているのである。文家が決まってから工作は花に機嫌によく、接するようになる。借りたい本だけでなく、これを読め、と本を貸してくれる。その中にはこれから戦争となる相手国の作家のものも、あった。花が、 第二子であるジョジを産んだのと同じ頃、実家でというのが他界した。その知らせを受けた安は、自身の口から花に伝えられず、慶作の帰りを待って、彼から伝えられた。花は衝撃を受けるも、慶作が久黒山に出かけている間に、このジョジ派というのの生まれ変わりなのだと信じた。ジョジには文夫との名を花が決めた。工作は、和歌山市内から女中として十八歳になる梅を、 見つけてくる。そのうち梅が妊娠をする。お女中に手をつけるとは、不謹慎。しかし、警察が金で問題を解決するとそれはそれで、悪評が立つ。県議会議員を狙う、警察はこの問題を、どのように解決するか悩む。花は、工作と梅を結婚させれば全て丸く収まるという。梅を一度本家に引き取り、そこから嫁がせる形を取ればよい。花は、 母のごとく梅の婚礼準備をする。第二部、文夫の進学に伴う状況、恋愛、結婚、花の次女かずみの死、工作の長女の死、文夫の次男の死と花子の誕生を描く。和工女に通う文夫は、しばしば問題を起こし、母である花が、学校に呼ばれた。不良ではなかったが東京から来た、国語教師に影響され、デモクラシー、球体だ派。 自由を歌っていた。県会議員の妹であり、県会議長の妻である花が、平身低頭して謝罪する姿に、学校は文雄に、退学や定学などの処分を下せないでいた。そのような花の姿も、文雄にとっては、古い時代の女性と映り、それが、また反発の理由となった。和工女の卒業が見えると、文雄は、東京の大学に行きたがった。計作は、 長男の聖一郎が、東京の第一高等学校の後そのまま大学に、進学したことから反対はしなかった。花は、目白の大学の家政科なら、とも考えたが、家政科では卒業もおぼつかない、とのは工場の教師の意見もあり悩みであった。慶作は、県議会議員になり、六十国ではなく、和歌山市内のマサ町に別宅を構え芸者を、 目かけとしておいたが、啓作の名が高まってくると、花も、県議会議員夫人としてけ、遺作を支えるために、真っ最町に移ることになり、啓作は芸者を軽で始末を指定宅を新たに構えた。文夫は、東京女子大を受験する。田舎の和歌山では、学年トップの文夫ではあったが、全国から、優秀な受験生が集まる東京では、意の中の買わず、散々な結果であったが、 入学枠に余裕がある、東京女子大は文雄の入学を許した。文雄の居は、和歌山を同郷とするため池にある旅館になった。聖一郎も文雄も、故郷への頼りは、金を送れの頼りばかりであった。文雄は芸語と、お稽古をしているとのことを頼りに記したが、その実、学校にも行かず、カフェに出入りをし、七色の飲料を飲んでいた。上京した、計作は帰郷後。 その様子を花に話す。花は和工場を卒業したらすぐに嫁がせるべきだったと後悔をし、お見合い写真を撮るべく上京した。花がため池の旅館に着くとまずは散らかった部屋を掃除し始めた。そして日本橋の三越に文みを連れて行き、髪を言わせ、振り袖を着せ、撮影をさせた。その頃になると、 文雄も見合い写真ということが分かり、そんな古臭いことはしません。と反発した。文ミの演壇は、和歌山の豪族から、複数申し出があったが、文ミ自身にはその気がなかった。そんな折、東京に住む同郷の国会議員の妻である田畑夫人にも期待せずに、お見合い用の写真を渡してあったが、その田畑夫人から、文ミの演壇が決まったとの連絡が来た。 新しい時代、自由恋愛、などと唱えていても、男女席をどうせず、で生きてきた二人型、馬体へで出会い、本人たちは自由恋愛だと思っていても、免疫のない男女であった。すべてはたばた夫人の策略であった。相手の男性は、はる英え没落士族の銀行員であった。文雄が妊娠すると花は生活の面倒を見るために、上京した。 予定日をそう違えずに長男が生まれた。そしてすぐに、春美栄治は、上海に赴任することになり、文夫と長男も同行した。第三部、花子の成長と計作の国政進出とし、花と花子の交流、太平洋戦争中と戦後の新ニアを描く。1959年に、中央公論者より、単行本で刊行後、文庫では、 中央公論文庫、角川文庫、新潮文庫から、観光、文学全集としては、講談社、等と書房、中央公論社に収録された。初版が1964年の新潮文庫では、2006年に75冊改版が発行され、2011年現在で入手可能である。また、講談社インターナショナルから、ミルドレッド・タハラの訳により、 ザリバーキの台で、英語版が刊行された。1964年に、NHK 大阪放送局が制作した。南田洋子に対する日本放送作家協会賞、最優秀女優賞対賞作品である。1966年6月11日公開。上映時間173分。カラー。 2021年3月29日より6月4日まで NHK ラジオ第2で藤田美穂子の朗読で放送。木の川に関するカテゴリー、木の川に関するカテゴリー。ありがとうございます。